点差の中、さあネクストバッターサークルにその姿が出ました。今場内からも拍手が起こりました。東京ドームのこの公式戦の舞台に背番号55大田太一の姿が今ファンの目の前に見て取ることができます。今天井を見上げながらふーっと一つ息を吐き出しました。あー、ここで見送りました。さあ太田がバッターボックスに向かいます。19歳太田太一のプロ第一歩です。2009年6月21日対千葉ロッテ9回の裏、9対4と5点リードの中、ツーアウトランナー2塁で迎えたプロ第1打席です。初球から振りました。150キロに空振り。先代の背番号55松井秀喜は93年5月1日7番レフトで初スタメンでした。初打席はセカンドゴロ、インコース高め、でもバットを振ります。野村さん、このスイングを見てどうでしょう。1球目から振ったスイングって良かったんですけども、今の2球目っていうのはちょっと、普段の打席初めて経験するような打席じゃないですかね。3球目です。空振り三振、太田太一のプロ第1打席は3球三振です。そして今マウンドを見つめました太田、何を今その体にそして心に刻んだでしょうか。3球とも振りました。野村さん、まずこの3球を振り返っていただくとどうでしょう。もう最初から振っていけよって絶対言われてると思うんですよ、はい、で1球目150キロの速球インサイド気味だったんですけど、思い切って振ることができた、これね簡単そうでなかなかできることじゃないんですよ。そうですか、はい、プロで初打席、ファームから上がってきて初打席でフレフレって言ってもバットが出ない選手って結構いるんですよ。それを触れたっていうのは僕は良かったなっていうふうに思います。